富士マリモは、球場の集合体を作ることで知られるマリモの編集。富士山北クの富士五個の三個に生育することが知られていたが、2012年6月に、富士五個の一つ小人個での生息確認。2013年11月に、最後のモトスコで生息確認され、富士五個すべてで生息していることが確認された。 山梨県の県指定天然記念物に指定されている。1956年4月18日、山中古村村立山中小学校の6年生、男子児童が山中湖で直径2センチほどの緑色の球状の藻を見つけた。男児は採取したを同小学校校長である杉浦忠睦に報告提出し、杉浦校長により、藤丸元名付けられた。 同年5月2日、東京大学理学部、本田正嗣教授により、マリモの一種であることが確認され、さらに同年9月6日、長崎大学水産学部教授、岡田一理学博士による、現地調査の結果マリモの変種と断定され、学名エゴグロピラサウテリバリエーション、闇のカンシス及びは明藤マリモとして報告された。2012年6月23日に、 山梨大学教育人間科学部の研究グループが、小人孔の水生植物の調査を行った際に、水草類に混じって、直径2から3センチほどの球状の藻を発見した。研究室に持ち帰り顕微鏡で確認し、藤マリモの特徴であるもの枝先に物を吸着する、不丁根があることなどから、藤マリモであると確認された。 小人湖でフジマリモの生息が確認されたことにより、富士五湖の四湖に生息していることとなり、残るモトス湖でも生息している可能性が高まった。2013年11月16日、山梨大学の研究チームがモトス湖で潜水調査を実施。その結果、水深約20メートルの固定で石に付着しているもを発見し、詳細を調査した結果、 11月28日までに、藤マリモと確認した。この研究成果により、富士五個すべてでの藤マリモの生息が確認された。これまでマリモは、北半球の高緯度帯に生育するものとされてきたが、中緯度である山中湖で発見されたことは、植物分布学状況を身深く、1958年、山梨県の天然記念物に指定され、 その後、1979年には、同じ富士五湖の川口湖で、1993年には、聖湖でも、藤マリモが発見され、同年11月29日、改めて、これら三個の藤マリモが、藤まりも及び、生息地として、県天然記念物に指定された。山中湖交流プラザ、キララで展示されている、藤マリモ山中湖及び、川口湖は、 観光地化が進み、山梨県の重要な観光資源となっているが、湖周辺の開発に伴う藤まリもの生育環境の悪化が懸念され、保護対策の必要性が指摘されている。山中湖では藤まリもの発見以来、分布に関する調査が数回行われているが1993年の調査を最後に、同湖における。 藤士マリモは10年以上確認されなくなり、2004年、2005年の調査報告では、山中湖では、再度にわたる詳細な調査にもかかわらず確認には、至らなかったと富士北陸生態系調査会の報告書に記され、山中湖の藤士マリモは絶滅したかに思われた。しかし2007年9月、湖北岸の潜水調査によって、歴上に付着する糸状の藻が発見され、 実体顕微鏡及び生物顕微鏡を用いて詳細な観察を行ったところ、マリモの特徴と一致し14年ぶりに富士マリモと確認された。富士合コに限らず、マリモは各地で個体数が減少しており、主として絶滅危惧愛類に指定されている。2021年5月27日の日本経済新聞文化面で、 富士山のマリモ育てて65年という記事が掲載された。寄稿者は山中湖富士マリモ生息調査検討委員会委員の亀田義成で、この記事が正しいなら、富士マリモの発見、特定は亀田の方が先の可能性がある。ありがとうございます。